ゼロビズ。えー、本年も残すところあとわずかになりました。報道各社の皆様方にはこの一年大変お世話になりました。ありがとうございました。え決、ー、勝では本年、えー、今年一年都民の皆様や関係機関等のご支援ご協力をいただきながら東京ニゼロニゼロ大会をはじめさまざまな。 治安課題に取り組み多くの成果を上げることができたとこのように考えております以下都内の治安情勢と諸対策の成果課題につきまして、えー、申し上げます1点目は東京2020オリンピックパラリンピック競技大会に伴う諸対策の完遂についてであります東京2020大会はテロやサイバー攻撃など大会の運営を阻害する事案 の発生が懸念されたわけであります。ありますが、また新型コロナウイルス感染症の影響により開催期日の延期や無観客での開催などさまざまな面において過去に類を見ない状況下での開催となりました。警視庁におきましては競技会場の警戒警備、周辺の交通対策など大会の安全かつ円滑な 開催に組織の総力を挙げて取り組みまして8年越しの諸対策を完遂することができました各種対策を行うにあたりまして都民国民の皆様にもご負担をおかけした場面もあったかと思いますけれども改めまして多大なるご理解とご協力への感謝を申し上げたいと思います誠にありがとうございました 警視庁におきましては大会に向けて強力に推進した、えー、進めてまいりました官民一体の各種取り組みこれを継続してまいりますそして今回の対策で培った経験を今後の警察活動に反映させまして引き続き首都東京の安全安心の確保に生かしてまいりたいと考えております2点目はサイバー空間の脅威に対する 総合対策についてであります東京2020大会におきましては大会の運営に影響を与えるようなサイバー攻撃は確認されませんでしたが米国においては最大級の石油パイプラインが一時操業停止に追い込まれました国内におきましても徳島県下の病院がランサムウェアの攻撃によって新規患者の受け入れができなくなるなど 本年は世界,中が世界中でランサムウェアによる被害が多発しました、また我が国の政府機関等に対する不正アクセス事案が相次いで確認されるなど、より悪質巧妙化した手口によるサイバー関連事案が発生しておりまして、サイバー空間の脅威は極めて深刻な状況にあると、このように考えております。こうしした情勢を踏まえまえて警視庁では サイバー関連事犯の検挙はもとより、サイバーセキュリティ意識の醸成を図るため、重要インフラ事業者等を対象といたしました分野別演習、それから高齢者の方にも伝わりやすい広報啓発、中小企業に対するセミナーの開催、こういった取り組みを推進してまいりました。今後ともサイバー空間ののの安安全安心の確保に向けまして実効性のある 各種対策を推進してまいります3点目は犯罪抑止総合対策についてであります <coughs> 11月末現在都内の刑法犯認知件数は68,491件であります昨年同期に比べ1割約1割減少しておりますこのまま推移いたしますと平成15年以降19年連続の減少ということになります 戦後最初を更新する見込みでありますで他方体感治案の問題ございますので、まあ、これに関して、えー、犯罪抑止総合対策ということで3点申し上げますその1は特殊詐欺対策であります先ほど申し上げたとおり刑法犯全体の認知件数は減少傾向にありますが特殊詐欺につきましては11月末現在で認知件数が3,000 飛んで26件と被害総額、金額にいたしますと約57億59億円と昨年同期に比べいずれも増加しておりまして大変憂慮,憂慮すべき状況にあります。<coughs> 手口別に申し上げますと ATM に誘導してお金を振り込ませる還付金詐欺これが最も多くなっております。 また被害者と対面した状況状態でキャッシュカードや現金を騙し取る預貯金詐欺やオレオレ詐欺についても昨年より増加をしておりますこうした中警視庁におきましてはあの事件の検挙そして抑止対策とこういった両面から対策を進めておりますが事件検挙につきましては受け子や出し子といった末端被疑者の検挙はもとよりそれを突破口として突き上げ捜査 行い背後に潜む暴力団員等も数多く検挙してきたところであります本年は住吉会や神戸山口組の組員らを検挙したほかその参加組織の事務所や組長の自宅などに対する家宅捜索も実施いたしました加えまして被害に遭われた方が提起する暴力団の代表者等に対する損害賠償訴訟を見据えた捜査も推進しておりまして 現在までに4件の事案について賠償責任が確定に至るなど被害,回復に被害回復に関する警視庁による支援の成果も表れ始めているところであります。一方、犯罪防止対策でありますが新たな手法による事案が発生した場合の速やかな広報また高齢者宅への直接訪問による注意喚起 ATM コーナーでは携帯電話の通話をしない、させないことを社会のルールとして定着させるストップ ATM での携帯電話この運動など各種取り組みを強力に推進しておりますとりわけ都民の皆様方による被害の未然防止につきましては金融機関、コンビニさらにはたまたまその場に居合わせた一般の方々 による積極的な声かけをしていただきまして、11月末現在で約2000件、えー、金額にさしますと、約7億8000万円相当の被害を食い止める、食い止めていただいたところであります。また、被害に遭わないためには、そもそも犯人からの電話に出ない、このことが最も有効な手段でありますので、 自宅の固定電話を常に留守番電話に設定することや電話の相手に少しでも不審な点を感じたらすぐに電話を切って110番通報することも引き続き啓発してまいりたいと考えております都民の皆様には特に被害に遭いやすい高齢の方をはじめ皆様一人一人が特殊詐欺の危険は身近に潜んでいるとそういう意識を持っていただきご自身や ご家族を被害から守るための取り組みをとっていただくようにお願いを申し上げます合わせて警視庁のホームページに特殊詐欺犯人の画像を掲載しておりますこれは犯人の検挙と被害の拡大防止に向けまして埼玉、千葉、神奈川の3県警察と合同で一斉公開捜査を実施し広く情報を求めているものでありますよく似た人を知っている 街で見かけたなど些細なことでも結構ですので情報をお寄せくださいその2は重要犯罪等の検挙であります本年特別捜査本部を開設した事件は6月に立川所管内で発生いたしました立川市曙野町2丁目ホテル内殺人等事件など4件4事件でありますいずれも犯人を検挙しております また社会的反響の大きい事件として地下鉄白金高輪駅構内硫酸使用重傷障害事件経済産業省官僚による家賃支援給付金の不正受給詐欺事件コロナ禍における時短営業店舗を狙った連続窃盗事件などについても犯人を研究いたしました。しかしかながら 長期未解決事件、世田谷区内で発生いたしました上磯志賀谷3丁目一家4人強盗殺人事件をはじめとする未解決事件につきましては、未だ犯人検挙に至っておりません。被害者やご遺族の無念を晴らし、社会の安寧・秩序を守るためにも、引き続き捜査を強力に推進し、必ず犯人を検挙するという強い思い、 執念をもって事件解決に向けて全力を尽くしてまいりますその3は盛り場総合対策であります警視庁では違法な客引きや風俗店に対する取り締まりのほかいわゆるぼったくり防止条例の規制区域の拡大など健全な盛り場環境の実現に向けた対策を行ってまいりましたこうした中本年は 秋葉原地区においてメイドカフェを仮装し、違法な風俗営業を行ったものや、銀座地区において不特定の女性に対し、クラブ等の従業員になるよう必要に付きまとい、勧誘したスカウトグループの主会などを検挙いたしました。引き続き、盛り場環境の変化を見極めながら、違法行為に対する先制的な取り締まりを徹底するとともに、 関係機関や地域住民の方々と連携しながら安全で安心な盛り場の実現に向けた諸対策を推進してまいります。4点目は人身安全関連事案等への迅速かつ的確な対応についてであります。えー、人,人身安全関連事案につきましては本年もストーカー、DV 事案などの相談件数が高止まりの傾向にあります。また 児童虐待事案に関する児童相談所への通告人数が年々増加の一途をたどっており厳しい情勢が続いております。警視庁では相談者の立場や心情に配慮しながら安全確保を最優先とした措置を徹底するとともに加害者の早期検挙などによるさらなる加害行為の物理的防止を図っておりますほか え、特に児童虐待が疑われる事案を把握した際には、捜査員が臨場して児童の安全を直接確認するなど、虐待の兆しを見逃さないための最大限の措置を講じております。また、児童虐待に関してはえ、本年9月、大田区及び葛飾区と情報共有の基準を明確にした協定を締結をいたしました。 またあの子ども家庭支援センターとの連携を強化するなど関係機関との情報共有のさらなる徹底を図っております。このほか少年少女が SNS 等を介して児童回収や児童ポルノ事犯等の被害に遭う事案がいまだ後を絶たないことからこうした副市犯の取り締,まり,取り,締まりを徹底するとともに SNS 上の 適切なな書き込みに対対ししてて注意書き文をを送信すするなどの対策を実施しておりまわせて SNS の危険性等、各種防犯に関する資料である、警視庁ウェブ教室という資料を作成をいたしまして、都内の小中学校への,の学習用端末への導入を働きかけるなど、若年層に対する指導啓発にも取り組んでおります。 今後とも人身安全関連事案等に迅速かつ的確に対処するとともに被害を発生させないための取り組みを推進してまいります。5点目は災害警備対策であります。近年全国で大規模な風水害により人的物的な被害が発生しているほか本年は各地で震度5強を含む地震が相次いでおります。都内ににおきましても10月に 最大震度5強の地震が発生し鉄道鉄道の脱輪による乗客の負傷などの被害がありました警視庁では首都直下地震はもとより荒川下流域の洪水被害や富士山の噴火による荒廃さらにはこれらの複合災害への迅速的確な対応を図るため平素から 管内によってそれぞれ異なる被害想定に即した対応マニュアルを見直すことに加えまして、各種災害を見据えた資機材の整備、そして救出救助訓練の実施など、想定外をできるだけ生じさせないよう、万全の備えに努めているところであります。併せてて内住民や企業に対しましま 具体的な備えをしていただくための指導啓発活動にも取り組んでおります今後とも関係機関と緊密に連携しながら災害への的確な備えと対応に万全を期してまいります6点目はテロ等不法事案の防圧検挙であります決勝では現下の厳しい外事情勢に的確に対応するため本年度からアジア地域を に関する業務を所掌する所属を2課体制とするなど、体制の強化を図りました。こうした中、本年4月、虚偽の契約者情報により、国内レンタルサーバーを契約した中国共産党員のこを、市電磁的記録、不正作出等、共有罪で検挙いたしました。でさらに捜査を進めた結果、約200の国内組織に対するサイバー攻撃に。 中国人民解放軍が関与している可能性が高いと結論づけるに至りました。サイバー攻撃への対応は国家の安全保障危機管理上の重要な課題であります。今回の検挙にあたり背景組織の解明にまで至ったのは非常に意義深いものであったと考えております。加えて高度な技術情報の流出やサプライチェーンの脆弱性といった我が国を取り巻く 経済安全保障上の脅威が一層顕在,在化していることを踏まえ企業を対象とする技術情報の流出防止に向けた対策を強化したところであります。今後とも地域社会や関係機関等と連携しながら国益に害を及ぼす法,法事案の検挙と未然防止に万全を期してまいります。また本年は電車内において 無差別にに乗客に危害を加える事案が連続ししして発生いたしましたまこうした事案を受けまして警視庁ではこれまで鉄道事業者と連携し行ってきた各種対処訓練等に合わせて事案発生時の通報や避難誘導に関する要領の再確認を促すなど事業者側の対処能力向上を後押しすることで同種事案の未然防止に努めてまいります。 7点目は交通事故防止対策であります <laughs> 本年は「世界一の交通安全都市東京を目指して」のスローガンのもと悪質危険な交通違反に重点を置いた指導を取り締まりリモートによる非対面型の交通安全教育や各種媒体を活用した広報啓発活動生活道路における交通環境の整備など 総合的な交通事故防止対策を推進ししてままいりましたその結果昨日現在交通事故による死者数は128人と昨年同日に比べて24人減少しておりますが飲酒に起因する死亡事故が9件発生するなど決して楽観しできる情勢にはありません。 事故により亡くなられた方の対応を見ますと、歩行者の割合が最も多いえ、とりわけ高齢歩行者の比率が高いことから、警視庁では横断歩行者等の妨害などの取り締まりを強化し、運転者に対する歩行者保護意識の醸成を図っておりますほか、歩行者に対しましても交通ルールの遵守について啓発を強化しております。そのほか、自転車利用の宅配事業者、 に対しまして講習会の改正などによる法令遵守に関する意識向上を図ったほかえ法令、えー、運転者の増加を受け身体機能の変化を自覚していただく安全指導や運転免許の自主返納の呼びかけに努めてまいりましたまた電動キックボードにつきましては無免許や飲酒運転など悪質危険な運転が横行していることを受けこれまで 実施してきました利用者や事業者に対する交通ルール、マナーの周知と、街頭における指導に加えまして、今月からは反則切符による取締りを開始するなど、対策を一層強化をしております。今後とも、関係機関やボランティアの方々と連携しながら、総合的な交通事故防止対策を推進してまいります。8点目は、組織犯罪対策であります。 暴力団情勢につきましては、ここ数年来、六代目山口組と神戸山口組の対立構想とみられる銃器を使用した襲撃事件が全国で相次いでいるところ、両団体の参加組織は都内にも所在しておりまして、今後、対立構想やそれに起因するトラブル等の発生が懸念されます。また、暴力団は先ほど申し上げましたとおり、都民生活を脅かす大きな要因の一つとなっている特殊詐欺。 に深く関与しておりますほかコロナ禍における給付金の不正受給など社会の変化に生じた多種多様な資金獲得犯罪を勧告しております決書では暴力団の壊滅に向けまして引き続きあらゆる法令を駆使して徹底研究を図るとともに暴力団排除条例を効果的に活用し事業者と暴力団との関係遮断を図ってまいります外国人犯罪情勢につきましては 不法残留等の入管法違反や薬物違反が後を絶たないほか一部の外国人が不良集団化し特殊詐欺や監禁強盗などの凶悪事件を勧告している状況にあります <laughs> 警視庁では関係機関と連携し不法滞在者もとより不法就労助長などの犯罪インフラ事犯の取り締まりを強化しているほか 外国人コミュニティへの犯罪組織の浸透防止を図る指導啓発活動など、外国人の安全確保に向けた対策を推進をしております。薬物情勢につきましては、近年、若年層における大麻事犯の検挙が増加傾向である現状に鑑みまして、インターネットに氾濫している薬物違法薬物に関する有害情報の削除に取り組んでいるほか、 学校における薬物乱用防止教室の開催など広報啓発活動を強力に推進をしております。銃器 <coughs> 情勢につきましては、他県において暴力団によると見られる銃器発砲事件が相次いで発生していることを踏まえ、暴力団が組織的に管理する銃器の摘発に重点を置いた取締りを推進しております。今後ととも犯罪組織の壊滅と重機 薬物重機犯罪のない社会の実現に向けまして関係機関と連携しながら総合的な組織犯罪対策を推進してまいります以上都内の治安情勢について申し述べましたけれども警視庁ではこれらの治安課題の的確な対処はもとよりいかなる事態が生じても首都東京の治安が揺らぐことのないよう都民国民の皆様のために引き続き 全職員が一丸となって職務に推進してまいりますそして結果を出す警視庁を体験してまいります報道各社の皆様方には引き続きご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます最後までご覧いただきましてありがとうございます テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービス、テレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろししくお願いいたします。